ただいま。おかえりなさい。池さんは？池さん今トイレです。了解です。あ、テルさんテルさん。ちょっとスマホ貸してもらっていいです？なんで？あ、荒野行動のあれあるじゃないですか。あ、はい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 。で、あれがあれであれなんで、ちょっと貸してほしいんです。あれがあれであれでスマホ貸すやつはいないよ。怖すぎるよ。いや、いいから貸してください。何で何か何されるんだよ。怖えよ。よし。あ、はい。よいしょ。ねえ、本当に今日無理。マジでガチでガチで今日無理だって。な、おい、まんまと騙されたな。騙されたわ完全に。なんでお前さっきのあれ忍者かお前。めちゃめちゃびっくりしたわ。入念なリハーサルの結果だ。力の入れ方がおかしいのよ。おかしいね。クオリティの使い方違うのよ。うまくできて嬉しいぜ。これまたデレバテンでしょお前。これスパン短いって。この間やったばっかりだぞお前。前回の動画の評判が良かったんだ。確かに前回やったデレバテン前半も後半も10万再生超えている。そりゃスパンも短くなるわ。同じネタをこすっていく。いやかましいね。やかましいね。もう出してよ本当に。もう無理だって今日疲れたって。てかテルさん、今回ですねデレマ10じゃないんですよ。何じゃ、ただの監禁。ただの監禁じゃんじゃん。違います違います。何ぞ。こちらの表をご覧ください。何これ。これはですね、先日某テレビショーで発表された世代別記憶に残る名作アニメ8選です。今回の企画はこの真ん中の26歳から45歳の名作アニメ8選を当ててもらいます。俺25歳世代がいい。若者ぶらないでください。いいだろうが、まだ若者だよ俺。そしてですね、別の世代のベスト8選やここに載っていないアニメを間違えて言ってしまうと罰金1万円でもっております。罰金システムがようわからんのよ、まず。視聴者も言ってたね。テルさんがかわいそうとか、罰金おもんないとか、池さんたちやりすぎって、コメント見てないの？あの、テルさんから徴収したお金は、今度視聴者さんも喜ぶ別の企画で使うんで、まあ、安心してください。嘘でしょ？嘘でしょ？嘘じゃない。今回はですね、ズルできないように、PC の電源やケーブルと、すべて回収済みとなっております。前回の失敗。あ、ネスタブも持ってかれてる。もう前回の失敗を踏まえて、もう今回は、抜かりないです。はい、頑張りましたね。トイレはですね、クローゼットにトイレットペーパーやペットボトルを置いてあるんで、もうそこで用足してください。だからそこガチじゃなくていいんだって。一回カット入れてトイレに行きゃいい話なの。また俺ミラーレンのスポンサーとか知り合いみんなに、あいつクローゼットでおしっこしたって言われんの。嫌なの。いや、やらせはできないんで。なんでやねん。はい、やらせはね、そういうことはできないんで。意味がわからん。もういい、ええやんそこは別に。もういいっす。もう早速始めていきましょう。じゃあ、はい、始めましょう。じゃあ一回トイレするわ。いや早い。トイレ行くの早いんだって。はい、というわけで仕切り直して早速やっていきましょう。世代別記憶に残る名作アニメ8選でしょ。むずいわ。いや、言うててるさ、アニメオタクなんで簡単じゃないですか。いや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 、こういうアンケートみたいなのがまず信用ならんって。全然アニメ見てないような、これ一般人に聞いてるだけなんよこれ。あの、俺関わってない。俺聞かれてないからね。だってこのアンケート、俺聞かれてないアンケートは信用できんから。詐欺師に育てられたからさ。ちげえよ。あ、違った。信用ならんの、こんなアンケートは。まだ、あの、このアンケート、名前も変えた方がいいよ、これ。世代別記憶に残る名作アニメじゃなくて、はい、普段アニメを見ない一般人に聞きました。名前の知ってるアニメ、8選みたいなのに変えたらいい。ぐらいで、これ。歪んでんな、随分と。
いや大体お前これ世代も大雑把すぎるやろお前。これ26歳から45歳世代って一番気づいてんねんこれ。だって26歳から45歳でだいぶ見てるアニメ違うよこれ。ちょっと文句多いんで、うん、罰金です。なんでやねんなんでやねんおい。いやもう早く何でもいいんでもう答えてくださいよ。うん、じゃあなんだ、ドラゴンボール。おお、ドラゴンボール、これは国民的アニメだからね。ドラゴンボールは残念罰金ですあ、おるマジでドラゴンボール入ってないの。ドラゴンボールは46歳世代の7番目に入っております。いや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 、ドラゴンボールお前もうちょい若い世代も見るって。いや、ドラゴンボールはもうジジイっすよジジイは言い過ぎやぞお前。言い過ぎなんで池さんも罰金ですなんで、怖っ。これはあのしんちゃん喜びますよ、ちゃんと公平だっつって。いや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 、おかしいだろ。てかこれドラゴンボールの順位低くね、これ7位って。もっと上やろこれ。ちなみになんですが、これ1位から8位じゃなくて50音順なんですよ。はい、50音順。はい、あーなるほど。あ、じゃあこのドが開いたからドより上のあいうえお順ってことは残ってるのか。なので1つや2つ開けるとそれだけでかなりヒントになると思う。あーなるほどなるほど、確かに確かに、かなりヒントになるわ。ちなみにこれヒントはないの今回。ありますよ。あ、あるんだ。今回のヒントは僕らがそのアニメのモノマネをします。使用料は3万円です。高えまあでもデレマテンなんでできるだけヒント使わず当ててほしいですよね。あーまあ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 確かにね。26歳から45歳世代でしょ。歯が大きいもんなあれは鋼。おお、鋼の錬金術師ですか、あの一作目の。あのフォーメタルアルキミストと分かれてんのかだるえ、じゃああの初代の方でいいよ。おお、初代鋼の錬金術師は残念入っておりません。どの世代にも入ってないってこと。おかしいって。鋼って言ったらだよエヴァ以降の久々のアニメが社会現象になりましたっていうあの名作だよ。鋼、はい、入ってないの、はい、出た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 、はい、やってられねえわこんなの信用ならねえねえ。そんなことないですよテルさん。もしかしたらフォームチャック前の方は入ってるかもしれないじゃないですか。なんて言い方言い方よフォームチャックって言ったけどフルメタルアルキミストそう言ってくるってことは池さんが言ってくるってことは入ってないんだよ。それも。いや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 。池さんがそう促してくるってことは入ってないんだよ。池さん。はい。池さんヒント与えたんで罰金で。いやいやいや、おかしいだろ。いやいや、ちょっと。ざまあ。おかしいだろ今回。ざまあざまあ。そもそもね。さあ、何？僕言ったんで罰金ですよ。ダメ。罰金罰金。もう何も言えねえわ。何も言えねえ。息しづらい。この部屋息しづらい。息苦しい。苦しいよこれ。言いたいことも言えねえよこれ。ポイズンだよこれ。GTO アニメの。GTO。GTO。いや懐かしいですね GTO。GTO、はい、あ GTO ワンチャン入ってると思う。アニメの方ね。なんとの年齢層にも入っておりません。いやいや GTO 見ろよ大衆おかしいだろ、はい、教師出させよ、はい、グレートティーチャー目指したやろあの GTO 見てみんなおかしいってマジで。なんでどんどん行きましょうどん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 。あ、まあ、それこそエヴァよエヴァエヴァ、さっき言ったエヴァ。おお、エヴァエヴァ新世紀エヴァンゲリオン。新世紀エヴァンゲリオンは正解でーす。おめでとう。26歳から45歳世代の1番目でーす。これはもうかなりのヒントになるんじゃないですか。だって、死でしょ。ってことはあ行とか行が潰れたってことだよね。はい、そうですね。あーこれならかなりのヒントになるわこれ。あーなるほど、確かに今回ヒント使わなくていいかもな。せっかくものまね用意したで1回ぐらいヒント使ってほしいっす。うん、そっちの事情は知らねえよそれは。その用意したとこの事情は知らねえよ。いやお願いします、使っていいですかヒント。お願いします。1回だけ。じゃあ見してください。はい、あ、いいですか。せっかく用意したの見してください。じゃあありがとうございます。無駄な時間なんよこの無駄に。ちょっと準備した、モノマネ準備ができたんでいきます。はい、3、2、1、はい。シンジ、エヴァに乗れ。クオリティ低く。エヴァに乗れ。クオリティ低く。もういいっすか。あ、オッケーっす。ありがとうございます。はい、そんな感じでモノマネ用意してくれてんのね。はい、そうです。モノマネ用意しています。これさ、1番が開いて、死開いて、あ行とか行消えたじゃんか。はい。ってことはこれ、無理せずに8番ヒント使って開けた方がイージーじゃない。あー、まあそうですね。はい。8番のヒントください。もうそこに気づくとは、もうさすがだな、テルさんだ。へぇー。8番のヒント、いきます。はい。
魔的三段車、魔的三段車、幽遊白書、幽遊白書。分かったの今ので、今ので分かったの。魔的三段車、ふーって。すげえ、有楽町、有楽町、正解です。8番は有楽町です。てか待て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 、開いたの湯じゃん。何もヒントならんの、湯が開いちゃうと。いやそんなことないっすよ。あの、よ和音の4文字つぶれてますからね。はい、よ和音のうちのおとうの始まるアニメがないのよ。和はワンピースぐらいなのよ。あと全然ヒントになってないよこれ。いや有楽拍手かよりによって全然ヒントにならなかったな。マジかよ。っていうかさ、これさ、エヴァから始まって有楽拍手で終わってんでしょ。はい。45歳の世代の意見しか聞いてないじゃんこれ。これ20代の意見一切入ってないぞこれ。大丈夫かこれ。文句言ってません、なんか。いや文句は言ってないですよ。文句は言ってない。何も言ってないよ。何も言ってないよ。息しづら。こいつの、こいつの文句じゃない。文句じゃない、文句じゃない、文句じゃない。むず。まあでは、こんだけ世代が高いんだったら、ドラゴンボール入ってないとおかしいと思うんだよ、逆に。あ、まあまあ、おうおうおう。まあ入ってないですけどね、ドラゴンボールはね。わかりました。ドラゴンボール Z だ。おお、はい、はい。そうだ、ドラゴンボール Z だ。ドラゴンボール Z は、正解でーす。ほら、来た、これ。おめでとうございます。なるほどな、分かってんだちゃんと。ドラゴンボール Z は4番目に入っております。おお、ってことは中途半端のこのドが開いたわけね。そうですね。なるほどな。他なんかないっすか。他この感じだと、まあ、ドラゴンボール Z に近い世代かな、有楽町とかに近いのって俺思い浮かぶのはヌーベとか。ああ、ヌーベ、地獄先生、はい、ヌーベ。残念、入ってないです。淡白、淡白。入ってない。俺はその淡白のあれ1枚持ってかれてるからね。まあ、間違える方が悪いからな。うんうん、ヌーベ入ってないの？入ってないです。なんだ他その時代。あれはデジモンとか、デジモンとか、はい、デジモンアドベンチャー。デジモンは入ってないでーす。タイムリー。タイムリー。タイムリー。リーやってらんねー。あと今の今暴力じゃないですか。暴力。なんすか暴力って。はい。暴力。罰金です罰金。暴力。じゃあこれ避けただけですよ。これ避けただけ。え、今蹴り飛ばしましたよね。蹴り飛ばしたい、蹴り飛ばしたい。あの、やめちゃったら当たっちゃったの。もう、え、デジモン入ってないの？あ、デジモンアドベンチャーだよ。デジモンアドベンチャーのことだよ。デジモン？デジモンアドベンチャーのことを俺言ったんだよ。ああ、はいはい。残念、入ってないで。残念。どこの曲これ？どこの曲が知られたのこれ？しかいないぞ多分これ。多分これあのスタッフ一人が考えてよこれ多分。スタッフ一人が全部埋めたよこれ。聞いてないと思うこれ。文句です文句でーす。文句じゃないでーす。文句じゃないでーす。はい。言いたいことも言えないこいつ。なんだ。あー。ヒントいいっすか。おー、いいですよ、ヒント。何番のヒントいきます？そうだね。これ、5番が開いたら、あと、6、7と2、3で、こう、ちょうど挟まれてるところが残るんで、5番が欲しいですね。はい、5番のヒント。はい。はい、じゃあ、ヒント、いきます。はい。これ何いや、ヒントですよね。逮捕しちゃうぞ。ヒントです。逮捕しちゃうぞ。入んない。あ、嘘嘘嘘。嘘嘘嘘嘘。絶対入ってない。絶対入ってない。嘘。もう一回。嘘。逮捕しちゃうぞ。入んないわ。マイナーだったわ。もう一回ちょっと見して。あ、わかりました。じゃあ、もう一回ヒントやります。もう一回ヒント見して。プロレスラーなんだって。プロレスラーなんだって。違う、わからんわからん。プロレスのアニメとか俺知らんよ。何それ？わかんないっすかそれ？むずい。なんか別のないの？別のものまで。別の。いや、まあ、あります。あります。あるんかーい。ちゃんとわかりやすいやってよ。はい、あ、わかりました。じゃあ別のやります。はい。はい。セーラームーンだ。わかるんだ。これはわかるんだ。ティアラーアクションだったもん今。最初期の技。セーラームーン。正解です。セーラームーン。ナンバー5が開きました。美少女戦士セーラームーン。B が開いたのか。はい、B ブーベ5。
ハヒフヘホ。あー、わかんねー。結構わかりやすくなったよね、うん、もう開け方ね。さすがプロゲーマーだ。そもそもだってこれさ、美少女戦士セーラームーンってさ、はい、26歳生まれてないやろ、これ初代の時。何年なんだよこれ。こちらですね、92年ですね。26歳生まれてないじゃん、はい、生まれてないですね。もう矛盾してるもんだから、ほら、あっ、矛盾してるこれ。45歳の時期しか聞いてないよこれ。多分だから45歳ぐらいのスタッフが作ったんですよ、このランキング、ここの部分。文句言ってますよ、なんかさ。文句じゃないです。ですか？文句じゃないです。文句じゃないです。文句じゃないです。あの、推理です。推理です。おかしいじゃん、だって。だって、セーラームってことは35より前とかだもんね。大体ね、ハマってる世代っていう。そうですね。はい。はぁー。で、セーラームーン初代が入ってるでしょ？R でも S でもスーパーズでもセーラーズでもなくて、はい、あー、もうやってんな、これ。このランキングやってるよ。やってるやってる。いやいやいや、やってないっすよ。やってるやってる。担当者の好みでだから俺。あー、でもこう見ると国民的アニメがやっぱ入ってるから、当たり障りないやつ入れたんでしょ。言い方。しんちゃん。お、クレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃんは残念、入ってないです。入ってないんかーい。入ってません。そもそもあれか、家業潰れてるからねえのか。そもそもない。そうだわ。アギロと家業潰れてなかった。なんだ、他国民的アニメ。あ、サザエさん、サザエさん。おー、サザエさん。サザエさんってサザエさんだよね。サザエさんですね。その家の日常、サザエさんとかじゃないもんね。違う違う違う。マグロじゃないよね。サザエさんは残念、入ってないです。入ってないの、バッキー。入ってないです。おかしくない？おかしくない？ちょっと他、はい、アンパンマン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 、アンペンペン、アンパンマンは入ってないです。バッキーです。ドラえもん。お、ドラえもん、ドラえもん、ドラえもんってドラえもんだよ。超未来型ロボットドラえもんとかじゃないよね。21世紀ドラえもんとかじゃないもんね。ドラえもんはドラえもん。ドラえもん、ドラえもん、どうだよね。だちょうどドラゴンボールの上とかがドラえもんなんじゃないこれ。お、ドラえもんは正解でーす。おー、すげー。コロンビア。ドラえもんはナンバー3に入っております。ほら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 、ドが2個も入っちゃってんのよ。難しいよ、逆に。もうドが人気なんすよ。他あー、国民的アニメ。国民的アニメだな、やっぱりな、これな。おじゃまじょ、違う。あ行じゃないでしょ。あ行、か行が潰れてるから、なんすかね。コナンって名探偵コナンか。あ、まあそうです。はい。ただのコナンじゃないですね。日本って、やっぱりあの、全世界で興行収入1位、アベンジャーズだった時に、日本だけ、あの、コナンの映画が興行収入1位で、海外から、あの国はやっぱやべえよっていうニュースになったっていうぐらいコナンが好きなんですよ、日本人。なんで、コナンが入ってるんじゃないですか、これ。名探偵コナンが。コナン並みの推理。名探偵コナンは、正解でーす。おー、めちゃめちゃテンポいい、はい、今日。すげーな。めっちゃテンポいい、はい、もう終わるぞこれ。名探偵コナンはナンバー7番に入っております。そこか、マミムメー。あ、なるほどな。モが消えたんか。お、もうあと2つだわ。なんだあと、全然わかんねえな。あー、国民的アニメ、国民的アニメ、あー、ガンダムは、あ、ガンダム、はい、うん、機動戦士、機動戦士ガンダム、初代、初代、45歳が入れてきてんじゃないのこれ。残念、入ってないですよ。入んないんかーい。はーい。いや、でさ、あの、そもそも、あの、家業とかないですから、もう。あ、そっか。入ってないですよ。そっか、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 そっか。さっきも言いましたけど。なるほどな。確かに、機動戦士ガンダム、そっか、入ってないのか。入ってないんですよ。無駄に罰金持ってかれたわ。ちなみになんですが、はい、46歳以上世代のところに機動戦士ガンダム入っております。ああ、そっちか。そっちに入ってんのか、はい、なるほどな。はい、こっちで。そこに初代入ってるなら多分ガンダムシリーズもう入らんな。あ、まあそうかもしれないですね。はい、なんだ、国民的な。やっぱり高年齢の方開けてくね。うん、おい、若くない、若くない、やめろ、やめろ、やめろ。逆に若そうなのは外してるんです。思いついてるけど。あの、言っとくけど、この26歳ぐらいの世代、25歳世代かの方はもう100個ぐらい思いついてる。ほんとに。進撃の巨人。おお、はいはい、進撃の巨人開けないよ。進撃の巨人は
残念、26歳以上の世代には入っておりません。でもでも25歳未満の若者世代には入っておりますね。でしょうね。ほら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 、分かってんのよ若者の方がナンバー4です。分かってんのよそっちはだから鬼滅の刃とかもそっちなんです鬼滅とかタイバニとかがどうせ入ってんです、そっちに分かってんの。若者振りますよね若者振ってません。若者なんだわ若者なのしかもなんか無難なやつね、鬼滅とか大事だけど無難なやつだし若者振ってんだよなんなら上のやつらのせいでも知ってっからね本当に無難なやつ出してくる。お前確信ついたな今痛いとこついたな若者は本当になんだ、あと45歳ぐらいの世代でしょ。はい、26歳の意見聞いてくれよもっといや聞いてますよね、うん、聞いてます。いやだって俺の世代だもんね、これね。だって26歳から45歳世代ってことは、はい、うん、だから俺こんなん入れないの、ドラえもんとかドラえもんとか入れんもん。ドラえもんは下の世代かもしんないじゃないですか26歳ぐらいの人かもしんない。いやいや入れてない、入れてない。ドラえもん26歳ぐらいの世代ドラえもんとか言わん文句しか言わない、文句言ってるよ。文句ですね今のは。ちょっとねきびいよなんだあと、あーなんだべ、なんかありますか、どうですか、なんだべ、な何やってんの。いや考えてる、カメラ界に、考えてる、カメラ界から戻ってきてくださいって考えてんの。えタバコ吸うなって出るじゃん。えタバコ吸っちゃダメですよ。なんで。いやダメに決まってるじゃないですか。うちのチャンネルって教育番組でしたっけ。なの？ねえ、だっけ？YouTube もすっとダメですよ。なんでよね、すっとってええやんけ。いやいや、父の背中やペルシャンを憧れにしてるチビっ子たちも見てるんですよ、これ。いやこれ P だぞ、ここら辺は。おっさんしか見てないから。見てはずダメですよ、タバコ吸ったら。ええやん、帰ってきて1分ぐらいさせてくれや。いやスマホ取られて閉じ込められてもう1時間ぐらいなんよ。いや、でも、まあ、ダメです、ダメです。ポケモン、ポケットモンスター。はいはいはい。ポケットモンスターは、正解でーす。イエーイ、おめでとう。ちょっとおかしいおかしいおかしい。何かタバコ吸ってたらダメだ。何がモザイクかけたらええやんけ。じゃあ俺にモザイク注射させとけばええやんけはい、ポケットモンスターはナンバー6番に入っております。あーそこか、まあ、そこ分かんなかったから助かるわ。なるほどな。まあでもポケモンはそうだね、30代の世代が入れそうだね、直撃世代だし。ポケモンカードとかも一番売れてるのやっぱ30代の世代が買ってるから、ポケモン GO とかから、はい、なるほどな。僕のランキングは正常なんですね。はいまあそれはちょっとにわかには信じがたいけどなんだろうな他。あとし、なんかしすせそ、しすせそうだもんね。しから始まるやつ名作、しから始まる名作はない。スクールデイズ、スクールデイズは入らない、入らない、スクールデイズ入らない個人的にスクライドとか入ってほしいけどね。ああスクライドですね、うん、まあいいですよ。まあ入らないですけどね。え、まあ、スクライド入らない、入らない、入らない、スクライドね、入らないでしょ、入らないでしょね、入らないでしょここに急にスクライド入ってきたら急にガチなんよ確かに。すわかりましたよ。わ、終わるわこれ。あ、ごめんね、あ、終わります。もう終わるから、タバコ吸ってあげる本当に。え、マジで当てるよ。はい、タバコはもう閉まってくださいよ。次吸ったら罰金ですからねまあ、今一服できたんで。あ、当てる？あ、いいですよ。鈴宮春日の憂鬱。おお、いいところに寝てる。ハガレン以降の社会現象。はい、鈴宮春日の憂鬱は残念、入っておりません。どの世代にも入ってないの。どの世代にも入ってないです。はい、おかしいだろうがよマジでよ春日入ってないの。社会現象だよだって。え、まあ社会現象になってはいないですね。えこれマジちゃんと本当に聞いてねえな俺今確信だよこれ。俺今多分見てる視聴者もみんな多分、あ、これやってるって多分今気づいてよ。春日やってないんでしょだって。マジで、まあ、春日入ってないです。えぐ、はい、
若い世代も真ん中の世代も入ってるでしょ。入ってないです。えぐっ、マジかよ。もう絶対当たったと思ったのに。そう、聞いたわ、言い過ぎ、言い過ぎだわ、文句言い過ぎ。いや違う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 、びっくり、文句言い過ぎ、びっくり。あ、びっくり、びっくり、びっくり、マジもう終わったと思ったのに。す、す残念です、入ってないです。おかしい。